マイレス TV をご覧の皆さん、こんにちは。門脇佳菜子です。上西圭です。はい、私は今回NMB48 のメンバーとなんやろイベントとして出たことはあったんですけど、映画に出た側として歩かせてもらうのは初めてだったんですよ。だからすごい緊張もしたんですけど、結構ファンの方が来てくださってて、すごい名前も呼んでくださって、もう安心して歩くことができました。映画祭のはい、発表の時に夢が叶ったみたいなお話されたかと思うんですけども、そうなんですよ。もう女優さんに憧れてこの世界に入ってきたので、その一歩が踏み出せたようで、すごい嬉しかったです。片木さんどうですか？はい、私は2月の末に NMB48 を卒業して、こう初めて大きな仕事がこの「あいまい」の主演の舞役だったので、それでこうレッドカーペットを歩いて、その門脇佳菜子としてのすごいアピールの場でもあって、すごいいいスタート切れてよかったなって思いました。はい、役者として歩いたレッドカーペットはファンの反応はいかがでしたか？すごい あったかくて、沖縄の方が、もちろん沖縄以外の方も来てくださってたんですけど、こうなんやろ女優として歩くので、なんやろちょっと皆さんの反応が楽しみやったんですけど、いつも通り温かく見守ってくださってたので、はい、嬉しかったです。優しかった。優しかった。私は、舞役をさせていただいたんですけど、こう舞役と私の性格が結構近い部分があって、こうちょっとなんやろ焦ってこうちょっとはめ外しちゃったりとか、あと一人でわーってちょっと盛り上がっちゃったりしてるんですけど、すごいね、なんやろあんまり私とキャラがこう遠くなかったので、すごい演じやすかったです。ジュニーさんいかがですか？はい、私は優子という役を演じさせていただいたんですけど、優子はすごいザ優等生っていう感じで、もう曲がったことが嫌いなんですよ。で、自分が違うって思ったことは違うってちゃんとはっきりと言うし、すごいまっすぐとした女の子です。けいちゃんから連絡が来ました。そう、かなこって私知らなかったんですよ、かなこが出るっていうのが。本当にだからびっくりして、すぐ連絡しました。出んのって。そう、私はちょっと聞いてたんですけど、でもまたけいちゃんには内緒にしておこうと思って、そうでけいちゃんから来たから「ああじゃあ頑張ろうね」みたいなやり取りして、でもこう NMB でずっと1期生から、ね、一緒に活動してきたので、すごい、はい、やりやすかったですね。やりやすかった。いや私は、結構声を張るっていうのがすごい苦手なんですけど、ビシッとそのかなこをちょっといじめている同級生に言うシーンがあったんですよ。やめなよ的なことを。もうそこがなんか声が震えちゃうんで難しかったね。緊張したら手も唇も声も全部震えちゃうから、それを止められないし、もうちょっとね難しかった。私はこう舞だけがモノと話せるっていう役やったんですけど、やっぱモノと話せるってちょっとちっちゃい頃の夢でもあるじゃないですか。ちょっとファンタジー的な感じがして、なのですごいこう演じてて楽しかったですし、なんやろこう今までちっちゃい頃しかこういうものとこういう話ができたらいいなって思ってたんですけど、なんか19にもなって、家で一人でおる時にあれ話したらいいなみたいなはい、なんか考えちゃうようになりました。先ほど舞台挨拶でもちょっと言ってたと思うんですけれども、もし自分の大事にしているものが話しかけてくるとしたら、何の話を聞いてみたいってありますか？私はなんかすごい音楽が好きなんですよ。で結構家でもギター弾いたりとか、その NMB48 のライブではドラムとかやらせていただいたりするので、そういう楽器の声も聞いてみたいなって思いながら、はい、私は舞台挨拶では洗濯機って言ったんですけど、もう一つはテレビなんですけど、今結構テレビ録画することが多いんですけど。なんやろ、こう毎週録画の機能がなくて、うちのテレビにはだから一回一回こう自分で検索して一個一個録画しやんとあかんねん。困るな。そうだからその機能がないんで、なんか今日はこのいつも録画してるこのテレビやでみたいなのを言ってほしいです。買ったらいいだけの話なんですけど、その高いやつを買った方がいいねんけど、でもちょっと今のプレイヤーに話してほしいですね。こんなこと言われそうだなとかってありますか？多分いつもなんかね、ちょっと電気代のこと気にしちゃって、いつもコンセント抜いたりつけたりしてるから、なんかそろそろ怒られそう。いや、そうおかしくなるわみたいな。難しいな。どっちも好きやけど、やっぱり私がやっていきたいって思っている方は女優業なので、でもアイドルは今しかできひんし。確かにね、難しいな。私はアイドルを卒業して、こうね、演技の仕事をして、役者さんのお仕事の方が今はちょっと傾いてるんですけど、もうアイドルとしての人生は終わったので。でもこうアイドルって曲ごとにこう表情を変えたり、こう曲の中のそう歌詞の人になりきったりするので、その面ではこう演じるっていうのは似てるなって思ったので、こうアイドルを捨てて多分こう表情豊かになったところはあったので、本当に NMB をしててこのお仕事が来てよかったなって思います。ジョニーさんは卒業については考えたりとかされたことはあるんですか？卒業ですか。やっぱり今はこっちがすごい楽しいし、まだ私には何もないので、ちゃんと力をつけてから卒業したいなって思ってます。そんなことないよ。ファンの人に言われるんで、そんなことないよって。はい、見どころはですね、すごいやっぱり私が演じる優子とかな子が演じる舞が結構本音をぶつけ合うシーンがあるんですけど、やっぱ相手を思ってからこその本音なので、すごいやっぱ皆さんにも感じてもらう部分がたくさんあると思うので、そこは注目部分です。こう物がしゃべるっていうのがまず第一な映画だと思うので、このものと話せるっていう、こう夢の国のような、はい、この世界を楽しんでいただきたいなっていうのと、やっぱり学生の頃って誰もが体験してる体験をこの映画でこう表してるっていう部分もあると思うので、なんやろ、学生の方はこれを見て、あ、本音ってこうなんやみたいな。結構やっぱり私も本音に対してこう悪いイメージしかなかったんですけど、いいイメージもあるんやっていうのとを学生の皆さんにね感じていただきたいなって思うのと、あと大人の方にはこう青春時代を思い出してほしいっていうか、やっぱりこうなんやろ、学園ものってやっぱりこう若い子たちが見るイメージがあると思うんですけど、でもこうね、結構大人の方も見ても絶対こう芸人さんたちの家系がすごい楽しい映画なので、はい、ぜひ幅広い年代の方に見ていただきたいです。